今夜も振る舞いタイム。今年もやっていきますよ。はい、もうめでたいですね。ありがたいですね。ありがたいですよ。一年続けてこれて。ね、特にこう、有名無名関係なく。そうですね。再生数、登録数みたいなところを量産することが目的でもなく。ただただ、関西に根を張って、はい、頑張ってらっしゃるアーティストさんを、応援すると同時に、そうですね。お互い振る舞い合うという。そうですね。こんなに有意義で幸せな番組がございますでしょうか。しかも、まあ、誰も僕らのこと知らないっていうね。そうですね。もう、本日はですね、チャーハン。チャーハン、はい。アーティスト、あ、ごめんなさい、アーティスト名が、はいはい。チャーハン、はい、というアーティスト名でして、はい、曲名が、アルト・ソプラノ。チャーハンのインパクトが強すぎて。そうやな。はい、うん、昔さ、料理の鉄人。はい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 、はい。だって、ありましたね。中華を家で作ることある？いや、そこまではできないんですけど、まあ、焼き飯とかは。焼き飯何入れる？具材ですか？うん。これな、焼き飯うまいやつは、ええ男説ってのあるな、だって。はぁ、あ、はぁ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 。まあ、それ、完全に周富徳さんに引っ張られてるんかっこいい説っていうのがあって。まあまあまあ、けど、人参とかは。あ、ちゃんと人参入れんねんや。あれば。残り物で作れません？普通は。あ、だから、結構具材ちゃんとする人やろ。はいはいはい、はい。俺、具入れん。あ、シンプルで、そう、卵と。卵と米だけ。ああ、今日それが一番うまいかもしれないです。やろ？はい。僕ちょっと今、言った自分がなんか、悔しいですもん。うん。人参とか入れてきてるやん。おおって。俺だって、人参とか入れてきてるもんって。言った自分が悔しいっすね。もし、佐々君が、はいはいはい、焼き飯でも食うすか、はいはい、って、もしな、家に来た時、はいはいはい、いや、もらおうかなーって出てきたやつに、はい、人参とかピーマンとか入っとったら、家庭科かと思うもん。うわぁ、めっちゃなんか悔しいな。おえって。うわぁ、家庭科で習ったやつやん。言った自分が悔しくなってくる。おかんのやつやん。言った気が悔しいけど、ここぞとばかりこれは、少なくともこれがない。この棒がない。それはあれなんですか、シンプルイズベストの形。バンダナやん。おかんがバンダナして作るやつや。ダサいっすね。ダサいっすね。それダサいっすね。そうやろ？はい。いや、確かに、そう考えたらやっぱこれは、その道の、やっぱ極めし者しかつけれない。そうやろ？出てますね。で、やっぱ極めた結果、はいはい、どんどん削ぎ落とされていくんやって。ああ、シンプルがやっぱり。シンプルに。何でもそうっすもんね、音楽とかも。そう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 。いろんなもんでもシンプルがやっぱ一番、あ、これシンプルな結果やったんすね。せいで。その道をまっすぐ。ああ。なんかその、どっちに触れてない。そう。こう行く。だからあれちゃう？やっぱ、中途半端な人は、見たことはないけど、はいはい、中途半端な人はやっぱこうなってくる。あそこの店ちょっとやめとった方がいいちょっと帽子がこうなってくる、はいはい、ソプラノセーラー服の
に残した夕焼けのメロディー、グロリア舞踏の歌、金色のコンクール、もっと年を恥ずかしいっていうか、その昔書いた曲、その今今ちょっと歌えないなみたいな。このテンションだったらええねんみたいな。そうなんですよ。でそれを、うん、曲ってね、こう周期的にぐる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 回ってるから、僕40年前に作った曲今やってるんですよ。はいはい。そうなんですよ。で一回そのな途中でやっぱ歌わなくなる。はい。あ、時代が違うわとか、そういうなってきて、はい、でもうちょっとライブやるときに、こんな曲もあんねんけど昔の曲やけど、ええやん、それやろ。なんか、今いけんねんなって。だから別にね、その恥ずかしいとか、結構ね、あのね、詩の内容とか恥ずかしいと思うわ。そうなんです。もうだって、20年前さ、そんだけ年も20年前に戻って詩書いてるわけやから、くっさーみたいな詩もあるかもわかんないじゃん。でも、あえてやるのはええ思うけどね。今でもチャーハンの二人は、うん、マスター何者やねんって思うと。いや確かに写真、まあ音楽はやってはんねやろなっていうのが写真分かってたんですけど、楽器集めてるわけやってはるんやっていう、それは、うん、それは俺はる人やな、その40年って今聞いてちょっと、あ、すごいすごいや